じゃあ超人オリンピック第2夜セミファイナルワールヒーツ大会始めまーす。第1試合優勝候補筆頭、時の扉ワンピー、そして 2P スルタツ、準備ができたら試合を始めろ。さあノーマルゲームを選んでね、ワンピー側、時の扉の怪しいラストチに対してスルタツのフーマ、フーマも永久無人、そしてこの見えない中段を持っているのが時の扉アクセスピン、しっかりガードスルタツ、フーマ手こびに落として、おっとこれは危険、アクセスピンまでの連続技、そして見えない中段でまず一歩選手は時の扉、コサックダンスは非常に厳しい。ラウンド2どうする、ラウンド2リーダージャンプ戻して、おっと乗っかっちゃった、乗っかっちゃった、見えない中段来るぞ、気をつけてジャンプしたとこデコピン、ドギーの扉、さあここはアクセルスピンで蹴っていく、デコピンジャンプしたデコピンが待ってる、スタートして大パン大パン、おーっという間に強さを見せた時の扉、いい回転突破おめでとう、早い早いぞ、素晴らしい。じゃあここなんで、こっちですか、ファミードラゴンというおさくさん、じゃんけんして席を決めてくれもらえればキャラを選択し直せます、大丈夫です、非常に便利、非常に速い、サクサク進むよ、ワーヒーズ大会ワンピー、おっとよさくのジャンル、ついに出てきた悪魔超人、そして 2P ファミドラゴン、スライディングから大切り、ここはファミドラゴン飛び込んで拒否していく、おお大空の大キックで落としていく、ドラゴンキックはしっかりガード、おそぼを投げた、いいよ飛び込んで、おお A 級狙いも投げた、予策ジャンヌのフラッシュソードが決まって、まず一歩選手、あいえこのゲームダンクラより速いんじゃないかなっていうぐらいの速さですね。さあ2本目ファミドラゴン後がない、どうする、そのまま真っ直ぐからガードさせてこっち有利という SNK がやってしまった2大犯罪の一つ、半分減ってピヨリとガードさせてこっち有利、そのスライディングがバッチリ決まって投げていく、強策ジャンヌ体力半分減ってる、大キックで足払い、ファミドラゴン一矢報いたい、どうするよ、大キックでドラゴンキックぶっ放すか当たんない、飛び道具オーラバード、さあどうする、おっとここはしっかり待って、予策のジャンヌ1回で突破おめでとう。さあじゃあ R 滝 VS 水じゃんけんして席を決めてくれ、3が 2P へそのままスタートして始めてくれ、自分の好きなキャラを選んでノーマルゲームを選んでね、植えたい使い、今日はガロー2で上東を使っていた、昨日はエアガイツでやはり無敵使いを使っていた、アルタキワンピシュラエ、そして水さんのキャプテンキート、どう考えてもキャプテンキートの方が強そうだが、どうするアルタキ、ジャンプ飛び込んで足場、元タイガーブロー決めていく、タイガーパンチかどっちだかよく分かんないけど、まあいいや、さあ水ビッグ、水ビッグじゃねえや、水キートってスパイラルキック決めていく、シャーバからパイレッツチップ、なぜかシャークナックルとパイレッツチップという飛び道具を2種類持ってる、まあ、パイレッツチップはスライディングでくぐれませんよね、まあ、そういった使い分けが重要になる、さあ体力お互い五分五分、どうするよ、スパイラルキックを決めてシュラを動かす、そのまま投げた、あへったー、ビーズビッグ一歩選手、あの投げのヘリ容赦ないヘリ、これが創世記の格闘ゲームのダメージ量だということで、飛び道具当たっちゃった、飛び込んで足払い、スパイラルキックと大キックが交錯して相打ち、足払い割っていくのはアルタキ、上タイムタイムアルタキ、ダメージして翻弄していく、スパイラルキック足払いで動かして、おっとくぐった、いいよ足払い、しゃがまんねえんだから、おっとは強引投げに行くな、水ビッグスパイラルチップ、大キック当てていくか、ここは足払いで、アルタキキャラさを物音も言わさず修羅で一歩取り返す、ラウンド3ファイン、修羅は非常に立ち回りの難しいキャラではございますが、まあ丁寧に丁寧にアルタキ使える技をいい距離で出していく、ちょっと煙に大パン重ねて水ビッグダメージを蓄積させていく、危ない
突進してくるところ、足場で返す、アルタキー曲がんないよ、スパイラルキックアウトして角腕の足場で当てていく、飛び込んできた、そのまま投げる、水ピック、どうする、おっとジャックポイント出た、ポチャポチャ足場で、おっとタイガーパッチ決めていく、そんで投げた、掴み投げ、いいよ足場で、おっとスパイラルキック、結局勝ったのは水キッド、一回戦突破おめでとう。イデアとハバネロ、じゃんけんしてください、はい、さあじゃあ試合開始ですね。ワピガワ燃えの最前線、イデアのジャンヌか、それともハバネロのクライマックスか、レディーゴー、スライディング、バラサステコチューリー、スライディング、ジャックパネタ、ジャックパネタ固めていく、この攻撃を割るのは非常に厳しい、悪魔超人のイデア、そのまま殺した、まず一方選手、はいな、このイデアの楽しそうな顔、超面白いこのゲームみたいな、あったこいつみたいなね、イデアの話だ。さあかけさせた、ハバゼロ君あれですよ、同じようにスライディングできますからね、あなたもやった方がいいですよ。さあどうなんだ、イデアそのまま勝っていった、お見事、一回戦突破。さあJMAXも同じことできるんですけどね、まあいいや、面白い。じゃあついに出てきたソイヤとベホマソ、じゃんけんして席を決めろ。アートオブファイターソイヤ 1P2P、 先ほどサンクローム総研で足払い4パスに負けたベホマソ 2P でも次は負けないだろうね多分ね。さあ好きなキャラをスタートボタンを押して選んでノーマルモードを選んでくれ。さあ、トムファイターソイヤ、第2回大会で忍者レクラリアと開発者に決めたソイヤの実績は非常に熱かった。お互い半蔵対決、右がベホマソ、左がソイヤ。さあここは飛び込んで熱いく、さあここ投げた、裏投げ、危ない危ない危ない、あっとこれピヨるぞお疲れ様ベホマソ一本でしょ、ソイヤ弱盤三発からの目押しで大屋敷、これがビオリコンボ反動。さあ2段ジャンプを巧みに使ってフリッキーに攻めていく。このゲーム、あの飛び道具は直前でガードすることによって跳ね返すことができます。そのまま投げた、ソイヤうまそう、このシーンかかっている感じ、アッパー透かして大屋敷まで割っていく、交流はガードして直接投げた、ダブルレップザンガード、空中2段ジャンプで踏み切りやって危ない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 、おっとベホマソ少しシュガーラッシュです。そういや珍しく1回戦突破おめでとうさあ早いですね。じゃあヨッシーと犬ガイツじゃんけんして次を決めてくれ。いやソイヤはいつもトーナメント運が悪いんです。さあヨッシーさんと、ヨッシーさんが 1P2P が先ほどザンクローム総研大会を盛り上げてくれたエアガイツ仮面 JMAX へ 2P 側へ。さあヨッシーのドラゴンが勝った、それとも犬ガイツの JMAX アウト、危ない危ない危ない寄って死んじゃうから。さあ同じスライディング、ジャックパン、スライディング、ジャックパン、ドラゴンキックで逃げていく、スライディング、ジャックパン、ラードさせてこっち有利、おっと今しがったね、おっと危ない、振って返して、おっと危ない危ない部屋が散るぞ、危ない、おっとよしここでまさかのシュガーラッシュをめくって、ごちゃ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 でよし一本選手、シューガーとそうじゃないものが混ざったようなコンボが決まってきた。さあ判定の伝えスチームジャンプ大キックで押していくが、おっとここは固めていくのはお疲れ様でした。イルガイツ一歩取り返す、なんだこのゲームみたいなね。さあ1-1どうすんの、スライディング上がったのか、永久コンボ上がったのか、注目したい、スライディング、あーよしこの攻撃なんとか終わらないと。さあ裏回った、
うっとうしい。おう、前投げ返した。掴み投げ減らして飛び込んで永久コンボ決めたいところ。おーっと、これはイルガイツ、もうこれはパターンで固定した動きを一生やってるだけ。どうなんだ、アンドライディング、ここはイルガイツしっかり1回戦を突破していく。おめでとう。なんでヤガイツでは1回戦突破できなかったんだ。よし、じゃあシードのみーちゃん、好きな方に座ってください。時の扉、試合だぞ、時間だぞ、ワンピンに座るんだ。さあ、優勝候補の時の扉、全くワーヒーツをやっていないという他のゲームに忙しい時の扉なのに、なんでそんなに強いんだ。さあ、ここはみーちゃんがマットマン、ワンピン側、時の扉、優勝候補ラスプーチン、2人出てきたか。実はマットマン、ああ見えていろんな技揃ってます。昇竜拳、竜巻旋風脚、加藤拳とね揃ってますんでね。さあ、どのようにして時の扉に対して対抗していくのか。さあ、ファイヤー打って、あっと、ここは足払い集団だと思う。おっと、みーちゃんさすがガードした、よく見てると思わせておいて、下段しか打ってこないのが時の扉ですからね、注意してくださいね。さあ、見えない中段って下段、下段、下段、読み勝ち、すげえかっこいいみーちゃん。しかし体力が減らされている。ここは時の扉、あっという間に一歩接種。いや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 、マットマンは動きが遅いので、そこをどうにか、まあまあラスプーチも遅いんですけどね、なんとか翻弄してフォローしたいところ。マット型落とされる、デコピン垂直ジャンプ、大キックで大パンチで落としていく。さあ、大パンチかわして、マジックファイは垂直ジャンプでかわす。残空、中段、生で中段、もう一丁、下段、下段、もう中段、これは分かんねえ。しかし返していく、お互い中段を打っていく、大パンチ振りまして、あとちょっと、あとちょっと、あとこれは裏目に出たか。どうなんだ、中段決めて時の扉、中東に逃がせ突破。早い早い、この試合、記念参加さんとアキラさん、じゃんけんして席を決めてください。あ、そうですね、乱入すればいいんですね。じゃあアキラさんがパンピン、デスマッチのためノーマルゲームやな、ね、さあ、アキラちゃんに VS、記念参加のマットマン。壊せば終わりですね。さあ、どれもが終わったので試合開始。ワンピース、アキラのジャンガー VS 記念参加のマトマン。スライディング決めて、おつらつら、ジャックパン決めて、おっと、もう一丁。先ほどイデアがやったコンボが非常に有効なのではないかと思われます。どうでしょうか。おっと、めくった、どうなのよ。立ち台キックで落としていく、アキラのジャンヌ、あっ、危ない、終わり。イエーイ、チャンスですね。一本選手はアキラ。さあ、2本目どうする。マットマンでどうやって自分の切り口を持ち出せそう。すかしてシャガパンからのスライディング、もう一丁ジャスティスソード、ダメージを与えていく。あっという間に体力ねえけど、ブラシソード当たって、ジャックパン、ジャックパン、あっと呼ばれた。ここは投げてマットマン、西向くいる、ダイパン、あっと、しかし勝ったのはアキラルなんだよ。あっという間に試合が終わった。お疲れ様でした、ありがとうございます。じゃあ、タケヤンとヨサクさんですね、じゃんけんして席を組んでください。タケヤンがドラゴンのスピーカー、そしてヨサクさんが、はい、あ、またジャンヌ。そう、さあ、ジャンヌ、スラが非常に怖い。スラからそこを投げていく、スラ、スラ、ショーパン、ジャスティスソード、はい、ダヤシスラ、男はしっかり投げた、タケヤン、飛び込んで、エキコンボ決めたい、スケを狙いたい、ジャスティスソード押されて、ここはまず一本選手は圧倒的に強い、ジャンヌの予測が一本選手。さあ、2本目、ダイキック、距離取る、スラ、スラ、ダイキリ、お
っとそのまま投げに来たかったが逆に投げられた。チャヌスラオーラバードを挟んでスラスラショーパンフラッシュソード、あぶれ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 、そのまま投げて、こんなもんどんだけ強いんだよこのキャラって感じですけどね。とりあえずヨサクチャンヌが2回戦突破おめでとう。水さんと尿さんですかね。キットキット珍しいね。赤い方のキットがキットさんで、青い方のキットが尿さん。いやーこのゲーム異常なゲームですね。大バンダイらしい決めて、ミズビッグ若干不利な状況、ミドル2種類持ってる斬新な設定ですよ。さあ投げていった、危ない、赤いキャプテンキットが非常にいい動き、ミズビッグガードしてあっと2発目食らった、投げ返しを狙ったのか。さあスパイラルキックの打ち合い、ここはニョーさんが勝った。さあ大丈夫さ、ここねえけどどうすんの、シャクラック打ち合い、飛び込んで投げて、まずは水さんが一歩接種。このゲーム実は C 投げは投げ返しできないんでね、それも、考慮してるんですね。さあ、まあ、投げ返しはタイミングよくレバーと投げ返し、投げたボタンパンチの教えていただければ投げ返しができるんですね。まあシュートシュートシュートタイミングをずらすことができたです。さあここはほぼガチガチに固めて日本さんが一歩を取り返していく。跳ね返しも実は直前ガードを連打すると、決めることができます。さあどうする、大パンで落として飛び込むがシャークナックルに乗っかっちゃう、そのまま投げて重ねていく、ヒット、ここで覚醒したか、水さんが翻弄されている状況、どうする、パイレーツシップ、そのままキックで動けて、もう一丁パイレーツシップで、勝ったのは、よきっと、おめでとう。